なところで、皆さんお揃いで。一体、何をして。さとこ。さとこちゃん、お祭りに行ったんじゃなかったのかな？かな？さとこ、こんなところに何しに来たんだ？さとこ、迷っちゃったんですよね。さとこ、一緒にお祭りに戻りましょう。おじさんならきっともうお家に戻ってると思うな。あのでもおじさま家にもいなくて、どこに行かれたのか分からなくて。おじさまを一人にしては、やっぱり、また怒られると、思って、私は、別に、その、
おい、サトコ。大丈夫か？しばらく眠ってもらいましょう。シオン。だいぶ時間をロスしちゃったから、早く続きをやらなくちゃね。それじゃあ、予定通りに片付けよ。穴まで運ばなくちゃいけませんね。
ここでいいよね。ケイチくん、疲れちゃったかな？一緒にやらなくちゃダメだよ。それじゃあ分担作業に入ろうか。うん。俺は土をかける。うん。レナは沼に道具を片付けに行くね。じゃ。私はあいつのバイクを沼に沈めてきます。
PT8君、終わったかな？なんだ？脅かすなよ。あれ？びっくりしたのかな？かな？ケイちゃん、私スクーターでサトコを連れて行きます。あそこにずっと置いていくのは危険だし、何よりペラペラとあらぬことを喋られても困りますしね。ああ、わかった。だけど、どこへ？任せてください。考えがあるんですけど、後で話します。あいつがいなくなったことで、きっと警察が騒ぎ出すでしょう。ほとぼりが冷めるまではそこで里子を預かります。大丈夫なんだろうな？もちろんですよ。じゃあ、ケイちゃん。あと頼みます。さあ、行こう。行こうって。お祭りだよ。アリバイがなくちゃ怪しまれるって、そういう予定だったよね。ほら、圭一くん。元気出して。そんなに疲れた顔してたら変だよ。レナ、ちょっと肩貸せ。ケイチ君の腕って意外と太いんだね。はう。もう遅いよ。どこ行ってたの？みーちゃん、ごめんごめん。レナ、忘れ物しちゃって。
ったく。女は化粧が長すぎなんだよ。どうあがいたって大差なし。そんな。ひどいよ、ケイチ君。嘘。今日のレナも可愛いよ。可愛い。よし、俺も元気が出てきたぞ。叩き売りでもなんでも手伝ってやるぜ。冗談は買ってからにしてくんね。あのさ、ケイちゃん、レナ。なんだ？その、サトコだけど。ミオンのせいじゃないって。頑張って、さとこちゃんが帰ってこれる方法を考えよう。ね、みーちゃん。ケイちゃん、レナ。行かなくちゃ。リカちゃんの演舞が始まっちゃうよ。あっちの方がよく見えるから。行こう。おう、